縄ワールド駐車場に到着。駐車場めっちゃ広いですね。沖縄ワールド、ここは沖縄県で人気のスポット。すげえ、なんかまるで首里城みたいなきらびやかな入り口です。写真台の先にはまたシーサーがいます。ここで県下みたい。入場料は2000円。ここで記念写真撮れます。それじゃあまずはハブ博物公園行ってみよう。沖縄木登りトカゲっていうみたい。エラブウミヘビだって。ウミヘビといっても、普通に陸地にいてる。沖縄ってどこでもハブいるかと思ったら、ハブのいる島といない島があるようですね。ボタンを押すとハブの分布図が光るようです。ここにあるのはハブ公園にある世界一のニシキヘビ、アミメニシキヘビの剥製のようです。でかっ。こちらはギネス級の超巨大ハブの剥製。225センチってすごいな。チェホンマンよりも高い、しずちゃんよりも高いし、ドラえもんって129センチしかないんですね。うわ、びっくりした。これ動く。そしてなぜかこんなところに恋みくじ。ハブの天敵マングースはだいたい想像つくけど、イノシシもなんだって。すごい、ハブの標本。外にもハブの展示があります。うわ、すげえ、コウモリ。コウモリの展示ってなかなかないですよね。ビルマニシキビ、こっちがノーマルで、こっちがアルビノ。すごいな、たくさんのハブが展示されてます。八重山イシガメなどカメが、展示されてます。カメ密集してて、一匹カメが落っこちて逆さまになっちゃった。落っこちたカメ逆さまになって動けなくなってるよ。ひっくり返ってたカメ自力で戻りました。セマルハコガメっていうみたい。すごい色してるな。ちなみにカメって自力で、ひっくり返っても戻れるようですね。アナコンダとかがいる。こっちにはイモリもいます。こちらはミヤコヒキガエル。すげえ、コウモリ間近で見れる。ヘビを触れるコーナーもある。おお、すごい、ヌルヌルする。うわ、こいつもヌルヌルする。それでは博物館からさらに奥の方へ行ってみよう。それでは、玉泉洞に入っていきましょう。お、なんと無料撮影。撮ってもらった写真はこんな感じで無料でもらえます。有料だと、大きいのがもらえます。こんな洞窟内のシアターがあります。洞内は21度。思ったよりあったかそうですね。なんか急に雰囲気がガラッと変わり始めた。うわ、すごい。かなり奥の方まで続いているようですね。うわ、すごい、すごい神秘的。ここは大仏御殿。あれがもう大仏のように見えるということでしょうか。入り口付近まで戻って、さらに奥の通路へと進んでいきます。あ、この洞窟かなり奥の方まで進んでいるようですね。天井すごいな、この鍾乳石というか。ここは槍天井というみたいです。ほんまに槍みたいや。この何気ない通路も、上はもう槍のような天井が続いております。すごくいい眺めなんですけど、カメラだとちょっとね、光が少なくてうまく映らないです。あ、すげえ、これでかっ。すごいな、ライトアップされてすごい神秘的な空間になっておりますね。
これは初恋広場というみたい。初恋広場、なぜか初恋。琉球列島から絶滅した鹿の化石、琉球列島にも鹿がいたんですね。この成長した鍾乳石の横を通れます。すごい垂れ下がってるな。あ、滝がありました。鍾乳洞の中の滝、すげえ神秘的。あ、この洞窟かなり長いですね。すげえ、ここライトアップされててめっちゃ綺麗ですね。青の泉、すごい。ここわ、神秘的。ちゃんと映ってるかな。ライトアップされてやっぱすごい透き通った色で綺麗ですね。ここわ、綺麗。わ、すごいな。なんかほんと水がちょっと滝のようになっていい感じ。これ黄金の杯と呼ばれてるようですね。うわ、ここすごい綺麗。すごい神秘的な色や。まさしく銀河のような街道ですね。この鍾乳管、ストローというようですね。ストローどれだろうか。あれ、むしろあれかな。すげえニョキンと出てるやつ、これストローですかね。階段が見えてきた。もう出口でしょうか。この階段の上から見下ろすこともできるようです。上から眺めるとまたいい眺め。いやー、ほんとなんか鍾乳石って神秘的ですね。ここも上登れて展望所っぽくなってます。まあすごいね、これ綺麗な色。いや、これすごい、めっちゃ垂れ下がってる。にしても長ー。何これ、ブルシュ像。ここでお酒作ってたんでしょうか。なんか非常口っぽいのがありますね。出口までもうちょっとでしょうか。ここら辺に飼われてる水槽はもしかして、ここら辺に生息している生物でしょうか。ようやく出口です。結局入ってから25分ぐらい歩きました。帰りはエスカレーターで快適に上がります。あ、てかこれ長ー、かなり、ね、深いところまで歩いてたんですね。長いエスカレーターでした。もう1分ぐらい乗ってました。ここで玉泉洞の地下水飲めるみたいです。ただ下地水で大丈夫ですよ。せーの、お疲れ様でした。いやー、冷たくて美味しかった。にしてもすごい遠くまで歩いてきたんですね。入り口からこう出口のところまで。玉泉洞出た先はフルーツ園。へえ、これカカオ、マンゴスチンとか熱帯のフルーツがいっぱい。バニラとかも展示されてます。これはパイナップル。このフルーツ園もなかなか広いな。沖縄っぽい休憩所。これ高倉なんですね。これはタルガヨウっていうのがみかん科の果物らしい。フルーツ園抜けたらフルーツパーラーが出てきた。これはなんか飲みたくなっちゃうね。デニーもかき氷やら、エメラルドパインなんかも美味しそうなもんばっかり。わー、ジュース美味しそう。熱いし。あとこのセイカチキ揚げってのも気になるな。なんかイカ引き上げとは沖縄風のかまぼこのようです。マンゴージュースめっちゃ美味しそう。あー、うまっ。セイカの引き上げ来ました。いただきます。うん、イカがかまぼこになったことによってすごく柔らかくて美味しいです。ここで手作り体験ができるようですね。すごい、こんな綺麗なガラスが作れるようですね。5分から15分で。すごい綺麗なグラスがいっぱい。
こういった琉球衣装のレンタルもできるようです。うわ、すごい衣装がたくさん、これレンタルできるみたい。1着1000円で、時間無制限で使えるようですね、その日。昔の琉球家屋が見えてきた。旧上里家登録有形文化財のようです。ここら辺はまるでタイムスリップしたかのような空間ですね。ブクブク茶屋ってところがあります。ここではこういった泡のようになっているお茶を飲むことができるようです。これは石岩道というみたい。やっぱり沖縄の家って屋根にはシーサーが乗っかってますね。ここは上付け、なんか見覚えある名前だなと思ったら、これ、久米島の、出身の人の家ですね。靴を脱いで中に入れるようです。すごいな、昔の工具とかが置かれてます。横にはこのような倉庫のようなものがあります。こちらはプール、トイレのようなものでしょうか。ここに泳いでるのは鯉かと思ったらナイルピラニアらしい。これがナイルピラニアか。手突っ込んだらもう終わりでしょうね。餌売られてるんで買ってみたいと思います。それじゃあナイルピラニアに餌あげたいと思います。うわ、めっちゃ食べる。めっちゃ食いつくやん、こいつら。あっという間になくなっちゃった。ここは王国歴史博物館、シーサーに関する展示です。こちらはシーサーのルーツを探る展示。蝶々がいた。あー、どこ行っちゃった。こちらのサンゴというお店、石垣牛が食べれる、美味しそう。ここは地ビールも楽しめるようで、隣には、酒造所がありますね。あー、すごいな。こうやってハブエキスを抽出しているようです。これで箱を、美味しいハブ酒ができるわけですね。ここではスーパーエイサーショーとハブとマングースのショーを楽しめます。次のエイサーショーの上映まであと10分ほど時間がありますね。お土産コーナーもかなり充実してますね。すごい広い。入り口のところまで戻ってきました。しっかり見たら軽く半日は越しちゃうような施設です。沖縄ワールド、見どころいっぱいで楽しかったです。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。